せえなぁ。じゃあさ、すいません。すいません。すいませんね。マスター、こちら、後輩の山田です。知ってるよ。あ、私結構聞いてますね。そうなんだ。はい、すいません。山田です。失礼します。で、ないの？あー、いや。モル汁。モル汁？あ、説明しましょう。モル汁は、ジントニック、マリブを加えたね、オリジナルか。わかった、わかった。はい、はい。ジントニックだよ。お願いします。ジントニックかい。はい、ジントニック。はい、はい。ありがとうございます。いただきます。うめえ。ところでマスター、マスターのアリバイって何ですか？アリバイか。まあこれは好きでやってるからね。でも難しいことなんだよね。お客さんの悩み事とか相談事聞いてるときはすごい気遣う。弱ってる心に下手なこと言えないからね。なりわいか。俺にとってのなりわいって何なんだろうな。マチョ君、今日どうしたの？そろそろ定時だし。あ、もしかしてもう飲みに行くことを考えてる？いや、考えてないですよ。何ボケっとしてんだよ。考えることか。あ、そうそう、田中君、町尾君にも履歴書と経歴書渡しといて。もう大量大量で手分けしてしないと間に合わないよ。この履歴書、面倒して。は？これ担当田中やん、これ。おい、はあ、今手が離せんけん。また仕事増えましたよ。そう、こうですよ。なになに、西上、経歴は、うん、なんやこれ。はい、ここはカンパニーオレンジ株式会社、一部上場企業である。俺はここに勤めて早10年。そう、10年選手である。先輩後輩に挟まれ、重要な仕事を振られ、一番大事な時期でもあるし、やりがいもあると思っている。失礼します。俺の所属する部署は営業部。仕事内容は会社に人材を斡旋する。いわば、まあ、求職者と企業の雇用関係を結ぶ、いや、成立的な仕事。営業をしている。成立した時の感動はもうすごくて、いかにか。しかしこの仕事で生涯やっていくというのはまた別の話で。今話しかけてくるな。そうだから俺は迷っている。世界は広い。松尾、まだ俺の知らない転職が他にあるか。もう何、どうしたの。仲いいね。今日も平和平和。なんか気に障った？で、明日なんやけど、あのさっき渡した西上さんの面接行ける？あんた、エリートは忙しいんだよ。エリートならこれくらいこなせって。なんか言ったか？いや。連絡しといてくれた？ああ、連絡しといて。さすが、三枚目リート。おい。じゃ、俺はこれで終わりやけん。お先、お疲れ様。おい、帰るんかよ。人に仕事振っといて帰りやがって。
私もお先です。主任も帰るかい。便乗便乗。どうぞ。はじめまして、松尾と申します。本日はよろしくお願いします。で、そちらの方は、まあ、こちらにおかけください。こちら、西の上の方から参りました、西上です。以後お見知りおきを。何のひねりもないです。いや、ていうか、これ西上さんの面談ですよ。失礼します。座るんですか。いや、西上さんの面談なんですけどね。まあ、とりあえず経歴書と職務履歴書お願いします。はい、こちらになります。どちら様ですか。西上の付き人の笹川です。笹川さん、では拝見させていただきます。なるほど、文化系が多かったんですね。これ職種じゃないですよ。おい、職種じゃないって何持ってきたんだ。裁縫が得意です。なるほど、そうなんですね。じゃあこの手元に持っている黄色いぬいぐるみもって、私は西上さんにお聞きしてるんですが、できればご本人の口からお聞きしたいのですが。察したので大丈夫です。とりあえず、今、こちらでご用意している車が、これだけありますので、この中から何社か当たって砕けましょう。砕けるとは。砕けるとは。言った。失礼しました。トライですね。西上さん、トライアーモンドエラーですよ。トライアンドエラーだ。失礼いたします。あれ？なんか一人。あ、こちらどうぞ。ありがとうございます。こちらでもしばきますか。いただきます。ごちそうさまです。ってコーヒーやないかい。満腹です。あ、いや、毒味です。失礼します。ああ、行っちゃったよ。ではお話の方を進めます。こういった会社があるんですけども、いかがでしょうか。ああ、ここと、ここと、はい、ああ、ここも興味ありますね。なるほど。悩みますね。で、なんで笹川さんが悩んでるんですか。もう、わかりました。今ピックアップした会社の方にアポを取りしますね。ありがとうございます。では、また後日連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。お願いします。失礼します。はぁ、何かありました？ん？何が？飯にしましょう。ほんで、昼寝しましょうよ。ああ、ね、そうだな。そうしましょう。そうしましょうかな。なんで何くんの？いや、なんかね。いや。どうしようか。もう飯？ああ、
いや待て、俺様のカツサンド食いやがって。まあいいか、もう食べる気もしないし追いかける気もしねえから寝よっかな。うん、おい松尾、一件連絡来てるから確認しといて。おーい。あとこの資料、じゃあ俺先帰ります。田中、お疲れ。お疲れ。また帰りやがった。マシオくん、今日ハットリくんがチョコチョキだから、あと戸締まりよろしくね。今日の晩飯はステーキ。ステーキー。ステーキか、いいな。いいかいいか。よしやるぞ。おはようございます。おはようございます。また笹川さん付きですか。しかも西上さんは作業着って。西上さん、詳細メールにスーツ着用って書いてありませんでした。わかりました。もう今回は時間がないので先方には私から伝えておきます。もしもし、カンパニオレンジの松尾です。お世話になっております。今からお伺いしたいのですが大丈夫でしょうか。あとフィギュアがございまして、作業着で面接させていただくということはないでしょうか。すみません、ありがとうございます。はい、わかりました。よろしくお願いします。行きましょう。次回はちゃんとスーツを着用してきてください。はい、わかりました。マジで会社こちら経歴書になります。では私の方から簡単に紹介させていただきます。こちらが西上さんで、その隣が付き人の笹川さんになります。では西上さん、自己紹介の方をお願いします。私は建築業で働き、日々技術を見て学び努力してまいりました。また体も丈夫で365日休んだことがありません。いやいや、休んでください。労働基準法に引っかかりますから。確かにそうですよね。カジさんからご質問はございませんでしょうか。付き人の方はどういう…なるほど。はい。うちは、建築業とは少し異なりますが、大丈夫でしょうか。はい、ノープロブレムです。問題ないですね。そうですか。PC 作業の経験はありますか。フェルト生地で MacBook Pro を自作しました。内容なので、こちらからは以上です。あ、すいません。そしたら、じゃあ、西上さんからご質問がなければ、ここで終了とさせていただきますが。
本日は貴重なお時間いただきありがとうございました。失礼します。はい。そしたらまた連絡します。解散よろしくお願いします。カンパニーオレンジの松尾です。あ、カジさん、先日はお世話になりました。あ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。またお世話になります。ただ、はい。そうですか。わかりました。失礼します。もしもし、お世話になっております。カンパニーオレンジの松尾です。今お時間大丈夫ですか？採用ってなったわけでもないですよ。あ、ほうなん。いや、正味あれはしゃあないわ。経歴書の中が無理やったら専門に気付けて、そいつ上がっとるから。僕だってそうしたいところですよ。おお。でも、一応希望があるってことです。なんや、そんなのに頼んだ人にサポートセンターで待っとるから、ほら構え、構え。なんか、力になりたくて。しょうもないわ。まあ、でも、ゆうたろくんはそういうとこ嫌いやへんけどな。ああ。ええとこもあるし、悪いとこもある。せやからな、よくも悪くも優しすぎんねん。俗で言うマッチングアプリで女に騙されやすいタイプやな。仕事注文はな、休むときは休む、うまくやんねん。そうやないとただ疲れるだけやろ。お前も俺みたいにスマートな人間目指すべき。うん、鳥さんみたいな人にはないと思います。今なんで？いや、なんでもないです。まあええわ、うん、自分体調に気ぃつけやん。じゃあほな、もう一軒行ってくるか。ごそうさん。あ、あとしも。あ、じゃあほな。まずじゃね。またお。職員が気になりますって。知ってもだし。再度お呼び立てして申し訳ありません。松尾さんから再度送っていただいた経歴書を拝見してて気になりましてね。いえいえ。笹川さん、可能性を感じると電話でお伝えしましたよね。はい。一ついいですか。可能性とは。可能性
申し上げて。笹川さん、今までは一つのことを極めたり続けるということが美徳とされてきました。今でもそうかもしれません。しかし石神さんの経歴書を拝見しているときに、いろいろされている中に共通点もありました。共通点？まず1点は、すべて1年以上勤められているということ。2点目は、すべてつながる仕事なんですよね。これが、そっか、家庭を知らなかったのか。そういうことだったか。ただ期待するのはこれらと違います。どういうことですか？飽きることは大切ってことですね。まあ簡単に言えば。ただ厳密には対応力、ステップアップにつながっていただきたい、チャレンジし続けていただきたいと思っています。チャレンジ？私も昔はやんちゃでしてね。ただそのことで得た経験は大きいと思っていまして、そしてそれが今につながっていると思っているんですね。なるほど、じゃあ採用ですね。あと1点、いろいろとチャレンジと言いますと。我が社の拡大に伴い多くの職種を扱うようになりました。ですので西上さんには研修を通して自分に合う職種を見つけていただけたらなと思っております。わかりました。以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。私は梶さんと少し話してから解散しますので。いや、松尾さんの熱に感じましたよ。なんだかあの人を見てると力になりたいなと思いますし、再度送っていただいた経歴書ですけどね、あれほど一つ一つ細かく書かれた経歴書は見たことありませんでしたね。再度受け取ってもらえなかったらそこまで再現してませんでした。いや、でも本当しつこかったですよ、松尾さん。私の意地、いや、なりわいですかね。なりわいですか。お疲れ様です。あれ、山では？外回りじゃないの？ああ、昨日退職したよ。私にとってのなりわいはあれだ、とか言って。なりわいか。それより採用決まったんだろ？ああ、あれは全部僕のおかげですよ。俺もこれで仇だ。さすががよくついてきてくれた。よい、西上家にはお世話になりました。そうか、そう思ってくれたならありがたい。代々うちの家系は西上家に残していただき。いや、今のままでありがとう。とんでもない、ありがとうございました。またどっかで会えたらな。情報に判断されないように本当は判断が鈍い。全て含めて今がなりわいか。それぞれが自由に生きる選択を時に逆境、時に好機も訪れるだろうと選ぶのは自分自身。他人に決めさせない。自分の役割、相手の役割、
相手の立場、自分の立場、両方で考えることで先に進む。自分が選んだ道を進む。時には戻ってもいいんだと。それが生業なのかもしれない。